こんにちは、ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回はパッシブトルクについてご紹介をしたいと思います。よく皆さんもレッスン雑誌であったりだとか動画でパッシブトルクという話を聞かれたことあると思うんですけれども、まあ実際にパッシブトルクがどういう現象でどういう作用をもたらすのかということ、これは少し理解してない方もいらっしゃるかと思います。なので今回はその受動的なトルク、パッシブトルクについてご紹介をしていきたいと思います。まずパッシブトルクのパッシブという意味は、先ほどもお話ししましたけれども、受動的なという意味ですね。能動的の反対が受動的なんですけれども、まあ、結果としてそのような動きになってしまうということで、自分で何かアクションをして動かすわけではなくて、現象としてそういうものが起きてしまいますよということです。具体的に言うと、まあ、特にパッシブトルクのこのダウンスイングでクラブが寝た状態からこう戻ってくる動きですね、このように少し立って降りてくる、このような動きというのがパッシブトルクと言われています。でこれはまあ、このように力の向きですね、力の向きがだいたいこういうラインで向かっていくんですけれども、それに対してラインに対してこのクラブがどん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 重なるように降りてくると、こういうようなトルクが生まれてくるわけなんですね。これが自分でやらなくても勝手にそういうふうになりやすいということ、これがパッシブな動きということになるわけです。ですからこれはまあいいパッシブトルクと言ってもいいと思うんですね。このように立って戻ってきてフェースが閉じるということで加速しながら戻ってきます。これ逆にクラブが立って降りてくる、このように少し寝て戻ってくるんじゃなくて立って降りてきたら、これまたパッシブトルクが発生するわけなんですね。受動的なトルクが発生します。立って降りてきて、まあ、そのまま打てばいいんですけれども、まあ、そうすると左行ってしまうわけです。ですからこの立って降りてきた状態からまっすぐに打とうとすると、このように寝たような動きになりますね。これもまた一つのパッシブトルクなわけなんですね。でこのように立ってきたものがこちらの方に倒れてしまうと、でそうすると振り遅れてしまってフェースが開いてしまうということで、右に行ったりだとか左に行くということがあります。特にこのダウンスイングの初期にこのように降りてきてそこから寝てしまう、これはもうどうしようもない状態になりますね。ここからまっすぐ打とうと思ってもなかなかできない、そういうようなトルクが発生してしまいますよということなんです。ですからパッシブトルクを使うということで、まあ、ダウンスイングを下ろしてくるということを気をつけられている方いると思うんですけれども、この初期にスティープに降りてくる、立って降りてくると、この後寝かせようと思って戻そうと思ってもなかなかできないということになるわけです。なのでダウンスイングの最初の部分、この切り返しでできるだけシャローに降りてくる、シャローイングなんかなんていうふうにも言いますけれども、シャローに下ろしてそこからこう戻ってくるということ、この一連の流れが大事になってくるということなんですね。特に上級者の方でもこのダウンスイングがスティープに降りてくる、そういう方結構いらっしゃいます。そうするとなかなか球筋が安定しません。そのようなあまり好ましくないパッシブトルクを使わないように、できるだけダウンスイングはシャローに下ろしてきて、その後加速しながら閉じる動き、このような動きを行っていただきたいと思います。このパッシブトルクなんですけれども、腕の動きとも連動しています。この右手がすごくこう外旋する状態、まあ、クラブが寝た状態ですよね。このような状態になってくると、このように手を内旋しながらインパクトを迎えてフェースをこう閉じやすくなるということ、これボールを投げる時でもこういうふうにスローイングする時って内側にこうねじりますよね。ですからこのトルクの動きと体の動きが合うということになります。逆にダウンスイングでこのように立ってくる状態、
このようなクラブが立って降りてきて、手が少し内側にねじれている状態で降りてくるとしましょう。そうするとそのまま打つと左に行ってしまいますので、ここからまっすぐ打とうとするとこのように開いてしまうということで、ここからまたスッとこう行くっていうのはできなくはないですけども、かなり体に無理がかかりそうで、無駄な動きが多いので勢いもつかないということになります。ですからパッシブトルクというとなんか難しいような感じがするんですけれども、まあ、クラブをうまくヘッドを走らせていく、気持ちよくクラブが動いてくれて、そして右手の使い方としてもこのように自然と内旋をしながらクラブをリリースしてあげれば自然とパッシブトルクが使えていますよということなんですね。なのであくまでも受動的なトルクです。自分で何かをすごくしようと思って使うものではなくて、自然とその動きが出てればいいというところ、そこに導けるようにダウンスイングの最初の部分であったりだとかリリースのポイント、そういったところを気をつけていただくのが一番いいと思います。はい、ということで今回はパッシブトルク、無理に自分で何かを作り出すというんではなくて、そのパッシブトルクの動きを理解して使っていくということ、それを気をつけていただきたいと思います。